あれどうした？チッチがやばい。はい、ということで皆さんこんにちは、キアです。ということで、なんと今さっきね、友達のゆうくんから電話があって、田んぼにすっぽんがいるという連絡いただいたので、今から彼がいるところ、彼のね家の近所に行って、そのすっぽんを捕まえて食べれたらいいなと思ってます。いや、急遽すぎということで、今から彼の家に今向かってる途中です。では行ってみましょう。おーす、おー、マジやん、マジ、マジやん、でかくない？おい、ゆう、うわ、マジここおったけ、うわ、いや、マジやん、向こうに寄って、うん、道路のとこ寄って、うん、ギャン逃げてきた、すごっ、マジで、こいつはうまそう、こいつはうまそう、うわ、もう逃げようとしてる。スッポンはね、マジで首が長いから、うわ、なんか足の付け根をなんか持つみたいな、てか小学校の時もよく釣ってたりしてんだっすけど、小学校の時もよく釣ってたりしてんだっす。いやいやいや、噛みすぎやろ。な、どうやって食べるの？すっぽん鍋。あー、刺身。刺身？いや、すっぽん鍋。すっぽん鍋。じゃあ、すっぽん鍋しましょうか。じゃあ。材料買いに行くか。では、レッツゴー、トライアル。はい、ということで、改めまして、キアの大冒険やってまいりました。ということでね、今日の朝のバタバタから、まあ、少し経って、緊急チームをご用意いたしました。よいしょ！よいしょー！ありがとう。ワキワキワキ。はい、グー。あの後ね、早速スーパーに行って、食材を買ってきて、なんと今日はね、すっぽん鍋をしていきたいと思います。やっしゃー。わー。それでは、早速このすっぽんちゃんをね、生態観察を始めていきたいと思います。勉強の時間だよ。まずすっぽんはね、こんな感じでございます。じゃん、スッポンはこんな感じですね。まあ、カメと比べて甲羅がものすごくね、柔らかいです。スッポンはものすごく首が長くて、伸びたらマジこんくらいになります。でね、噛まれたら危ないので、スッポンは持つときはね、ここの足の関節のときをグイって持って、こう持てばね、絶対噛まれる心配はありません。そして見てください、この水かき。スッポンはね、カメとか、まあ、亀よりも水かきがすごくでかくて、ものすごくね、早く泳げる動物です。見て、もうすごいよね、カッパみたいやね。カッパみたい、その通り。あと爪もね、ものすごく鋭いので、ね、多分これ引っかかれたら結構痛んじゃないですかね。引き上げやんね、これね。うん、いった。あっ、うわ、もう赤いのつきました。いた。ということで、スッポンはね、一度噛みついたら雷が鳴るまで離さないって言われてるんで、本当に危ないので、まあ、気をつけましょう。はい、はい、ではまずスッポンの歴史とね、ちょっと特徴についてお話ししていこうと思います。まあ、見ての通り、スッポンはね、カメとヘビとかと同じような爬虫類。スッポンはね、恐竜時代からね、ほとんど姿が変わっていない動物の一つですね。スッポンの料理の歴史っていうのがものすごくね、長くて、3000年前から、まあ、主に中国で、食べられていた高級食材ですね。紀元前1046年からもう存在したと言われていて、まあ、周の時代ですね、まあ、紀元前1046年から紀元前256年ぐらいまで、スッポンのね、料理専門店が、まあ、多くあることになって、すっぽん人と呼ばれる、役職がね、あったということです。いや、かっこいいですね、すっぽんね、漁師みたいな感じで、すっぽん人ね、すごいですね。それほど中国とかでは、ものすごく大切にされていた食材でございます。当時のすっぽん料理は皇帝や貴族、まあ、上流階級のね、人間ですね、しか食べられないくらいの高級、食材でございました。3000年以上前から中国ではね、皇帝が食べてきたすっぽん料理ですが、なんとね、都内で一度、すっぽんをめぐって暗殺事件があったそうです。いや、すっぽんで暗殺事件はすごいですね。まあ、それほど高級な食材です。まあ、今もね、すっぽんは1万円ぐらい。はい、
ではまずスッポンをさばいていきますか。ということで、スッポンといえば、一番ね有名なのが、生き地ですね。生き地、うん、まあ、スッポンの首を落としてそこから出る血をね、まあ、焼酎だったりオレンジジュースに入れて、飲むという、ものです。あのスッポンの血ってものすごくね、あのコラーゲンと栄養価、そしてね何よりもね、あの性欲剤の効果があるみたいなんですよ。わーね、だからね、まあ、今日はね、スッポンの生地をオレンジジュースで、飲みたいと思います。それでは、早速、さばいていきます。はい、ということで、首つかみました。ほんとこんくらい長いんで、ものすごくね首長い動物です。それではさばいていきます。はい、それでは、スッポンの命に感謝して、スッポンの生き地とオレンジジュース、飲みたいと思います。これ、はい、乾杯、乾杯、乾杯。うわ、感想一つだけ言っていい？ We are カシスオレンジ。オレンジ、待って待って、いや基本カシスオレンジじゃない？いや、あ、なんか、うん、いや、あ、お、待って、今面白いこと気づいたんですけど、カシスってものすごく鉄分が入ってて、あの、鉄の味なんで、本当にカシスオレンジっぽいんですよね。美味しい。ねえ、うわ、不思議。多分だからオレンジジュース混ぜるんじゃないかな、うん、もしかしたら。わかんないですけど。あ、青木くん、どうしたの？え、どうしたの？いや、ちょっと、いや、大丈夫です。え、ゆうくんどうした？サトルくん、うん、いや、ちょっと、なんもない。どうした？どうした？いや、いや、ちょっと、あれ、どうした？チンチンがやばい。あ、スッポンの血は精力剤効果があるので、皆さんお控えめに。ということで、うん、早速さばいていきましょう。よっしゃ。はい、ということで見事にさばき終わりました。いや、スッポン難しいね。ということで、まあ一応さばけたんですけど、そこまで綺麗ではございません。excuse me。 はい、では肉の部位を紹介していくと、ここの2つが前足、ここがね後ろ足ですね。で、ここが出汁用に取った首と、こっちがまあ、後ろの方の、尻尾ら辺のお肉でございます。そしてこちらが甲羅です。甲羅の食用のなんかコラーゲンたっぷりの部位でございます。それではみんなお腹すいたよね。鍋を作っていきましょう。スッポンってね、まあ皮の、まあ、甲羅とかに薄皮って言ってね、この皮の上に見えるかな、本当にちょっとした膜があるんですけど、それがとても食べにくいので、お湯でね今からそれを剥いでいきたいと思います。では沸騰した、まあ本当は多分70度ぐらいなんですけど、お湯を入れていきます。はい、それでは膜を剥いでいきます。あ、ほらほら剥げてきました。膜がね、取れてきます。この膜をすべて取っていきます。はい、ではそれではね、早速鍋にしていきましょう。今回使う出汁はブーン、パン、ヨン、ガーン、昆布だしでございます。ということで昆布を入れていきたいと思います。じゃん。ということで、これおしゃ、その前におしゃれでしょ、これ見て。あの、知り合いの方が最近 YouTube で使いなさいと言ってもらった、鉄鍋でございます。いや、ありがとうございます。かたじけないということで、火をつけていきましょう。それとなんと、すっぽんのね、首の骨を、だしと元にして、だしを取っていきたいので入れます。イン。見てこれも、うまそうじゃない？どう？柔らかそう、肉柔らかそう。それでは、30分ぐらい出汁を取っていきましょう。はい、はい、ではね、出汁をね取ってる間、野菜を買ってきたので野菜を切っていこうと思います。では包丁が1個しかないので協力して切っていきます。一人ずつやろう。
い、では、30分ほど経過しました。出汁見ていきましょう。わー、うまそう。わー、美味しそう。見て、この黄金色に輝く出汁。やっぱね、すっぽんと昆布と椎茸も入れたんですけど、とても、椎茸？とても美味しそうな出汁に出来上がりました。ちょっと香り嗅いでみましょう。うまそう。はい、それでは食材を入れていきましょう。じゃあまず硬いものから入れていきますね。それではすっぽん入れていきましょう。これはやばいって。もう私たち貴族じゃないですか。ねえ。うわあ、すごい。やばい、これは貴族飯。にゃー。これが野生人 EX。つまんな。見てください、できました。おーい。できました、すっぽん鍋。よーい。よっしゃー。ではね、まずは食材そのものの味、まあ何もかけずに食べていきたいと思います。カッパ、いただきます。じゃあお肉の方からいきますか。了解です。お肉からいくか。いただきます。いきます。おー、はい、いい汁。え、うまっ。おー、やば。待って、マジで美味しい。うまっ。やば、本当にここまで美味しいと思わんやった。なんかあっさりした鶏肉みたいな感じがね、するね。へえ。わ、でもってなんかプルプルしと、なんかうん、わかる。でもスッポンってコラーゲンが多いことで有名なので、やっぱそのコラーゲンがマジで伝わる。歯応えがいいぞ、これ。甲羅の方を食べていきましょう。見て、このプルプル。いただきます。裏焦げやけん。うん、わかるかい。うん、いただきます。やばっ。うお、やばこれ。うん、なんか食べたことない感じやね。ちょ、わからん、なんか例えがわからん、これ。なんかマジで 100% のコラーゲンの塊みたい。なんかね、豚骨のあのあれもコラーゲンめっちゃあるやん、あの豚骨の。そうそう、そうだね。ふくらげ、いや、なん豚骨、あ、豚骨、あ、豚足、豚足、あ、どっちそっち豚足やった。豚足みたいな味がする。マジでマジで美味しい。え、ちょっと出汁飲んでみよう。あー、うますぎる。昆布だし、そして椎茸、濃厚なるすっぽんの香りがたまんねえ。いや待って、うますぎて誰も話してないやん。あーよいしょー。はい、今日はとても美味しいすっぽん鍋でした。キアポイント10。あー、わー、10。キアポイントな。今日のおき、よいしょ。まあ今日ね